皆様改めまして明けましておめでとうございます。こちら、何ですかこれは。今回はですね、書き初めをまたやっていただこうかと思います。ということで、いろいろこの筆ペンとか、そうなんです、サインペンがあるんだ。今年はレパートリーを増やしてみました。筆ペン補足ね。補足ねという、わがままを言ったら榎本がちゃんと牧場を用意してくれましたが、お習字セットはないため水性絵の具用の筆で紙コップに墨を入れて、はい、即席お習字セットが用意されてまいりました。というわけ で今回はこの即席お習字セットで書き初めを行いたいと思います。今年の目標を書いてみましょう。おお。ただね、さっきね、ちょっとこの筆でテストしたらすげえにじむんだよね。筆、墨の量を調整しないと。ほら、普通にペンテルの筆です。バンって書いてありますね。誰だ。お、なめこさんもじっと見つめております。いいんだよ。なめこさん何って書くんだろう。あー、すごい綺麗。でもいいんじゃない。意外と綺麗にまとまりそう。何木？今日は12ですね。というわけで、私ダンボールなめこの今年の目標はこちらです。じゃじゃーん。お、規則正しい生活、生活のね、乱れが心の乱れ、ひいては体調の乱れにつながってしまうということを実感した2016年でしたので、今年1年あの規則正しい生活に心がけて健やかに生きていけたらいいなと思っております。真面目ですね。珍しく、まあね、だんだん変わってくるんですよこういうのも、ね、続いてなめこさん行ってみましょう。はい、はい、さあ、ほう、うん、墨つけた。あの子さん、去年も達筆でしたからね。おお。味がある字。皆さん分かりますかこれ。俺分かったよ。もうちょっと引っ張れ。もうちょい。できましたー。すごい。相変わらずね、味のある、感じに仕上がってますよ。というわけで、なめこさんの今年の目標テーマはこちらです。じゃじゃーん。えいそう。意味は、なるほど、こちらも健やかなるなめこの巣を繁栄を願ってえいそうという目標となりました。はい、はい、というわけで2017年、私のダンボールなめこの目標は規則正しい生活、なめこさんの目標は映像ということで、1年頑張っていきたいと思います。なめこともども、こちらのなめこパラダイスのふむふ動画の方もまた1年お楽しみいただけたら嬉しいです。というわけで、ふむふ動画今回はここまで。お相手は私ダンボールなめことなめこさんでした。バイバーイ。難しそうですよ。なめこさんがいかにすごいかっていうのを。そうですよ。榎本が証明しますよ。ちょっと待ってくださいよ。習字そんな得意じゃないんですよね。危うく榎本。お。お、あ、取れた。いきなり。難しい。あれでもなんか上手じゃない？お、あ。ダメですよ。ああ、二重書きしてるこの人。二重書きしてるぞ。バレた。ああ、また二重書きしてる。二重書きしてる。二重書きを繰り返しているぞ。はい。書きました。はい、見せてください。はい。今年の榎本の目標はででん、たくさん食べて痩せる。点。さようなら。
。